これから部屋着に着替えたいと思います。鏡が映ったの。顔も洗ってマイクも落としてきました。これから新しい熊田ポーズを発表します。こんぐらい手に取って、お腹のお肉を上に持ち上げてます。とウエスト56センチの秘訣を初公開。ちゃんと腕を作るために日々努力してるわけです。実家のお母さんからよく手紙をもらいます。こうやって母親から毎月送られてくる手紙が一番の宝物だと語る熊田は、ようこちゃん誕生日おめでとう、2003年、その一節を特別に披露。一緒にケーキの上にろうそく立てられなくて残念やわ。一日一日が本当は大切に絡み合って影響しているんよね。でももし仕事が辛くなる時があったら、いつでも帰ってきていいよ。お母さんありがとう。と母の手紙に涙。そしてよく頑張ろう。あと陽子の首はくびれです。頑張ろう。どんな時でもくびれ命の熊田陽子であった。